パリオリンピック、ボリン、レスリング、6日、日本時間7日、男子グレコローマンスタイル130キロ級、シャンドマルスアリーナ。レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級で、ミハイン・ロペス・ムネス、41、がカキゴリンの個人種目で史上初の5連覇を達成し、あの伝説の歌姫のように舞台を去った。レスリング界の伝説、ボリン最多5個目の金メダルを取った後、 引退を表明。優勝直後、自身のレスリングシューズを脱ぎ、マット状に置いたまま、会場を去った。マット状に俺の人生の一部であり、夢を置いたままにした。これからこの夢は若い選手たちのものと話した。X では、山口桃江のあれ、山口桃江と、芸能界に参戦、参戦と輝く、白いマイクをそっとステージに置き、 別れを告げるあの伝説的シーンを思い浮かべた人たちの投稿もあった。